柴田信文さんによる事例から見るアクセシブルなワードプレスサイトの運用現場の実際というトークセッションです。柴田さん、今日は京都から来られたということで、有限会社時代工房の代表として主にアクセシビリティの普及などの活動をされているということで、マイクそこスイッチ入れると言いますね。でこんにちは。見ての通り、ぜひ、こういう内容をぜひお話ししていただければなと思います。じゃあ早速ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、事例から見るアクセシブルなワードプレスサイトの運用現場の実際ということで、始めさせていただきます。まず僕についてですけれども、有限会社時代工房という今アクセシビリティの啓発をしているというふうに紹介いただいたんですけれども、歴史として営利企業ですの、京都のウェブ制作会社の代表取締役をやっています。あと株式会社スタジオニクロムというのは障害者の就労支援事業所をやっていて、そんなところでもその障害者当事者がウェブサイトを作るのの、作り方を教えたりしています。であとはウェブアクセシビリティ基盤委員会 WAKE という団体があって、後でまたご紹介しますけれども、そこのですね WGG というのがその広報を担当している分科会なんですけども、そこのですね委員をしています。でそこでは WAKE のサイトの運営のお手伝いをしています。技術としては、PHP ばっかり書いていてですね、 JavaScript に関しては家族と余生を過ごしたかったらもうあんまり書くなと、健康に悪いので書くなということで医者に止められています。で懐かしいんですけれども、この Zoops、プキウキ、Zend フレームワーク、それらを経てワードプレスなんですけど、昔オープンソースのカンファレンスに来るとですね、ワードプレスの机っていうのは本当に人がいなくてですね、いつの間にこんなに大きくなったのかなと思うんですけど、昔は Zoops の机にずっといたので、なんとなく仲間を裏切ったような気持ちでここに立っています。趣味はもう飛ばしますね。はい。早速本題に入っていきます。でアクセシビリティとはということなんですけれども、ここに座っている人たち言わなくてもいいような気がするんですが、障害の有無、心身の状態、閲覧環境、年齢などを問わず情報を取得できるようにすることというのがアクセシビリティの定義だと思います。で類義語として、ユーザビリティ、ユニバーサルデザイン、アクセシビリティというような言葉があるんですけれども、若干違いがあるので、この違いからちょっと理解が深まるかなと思います。ユーザビリティは使いやすさですね。でユニバーサルデザインというのは一つのものが普遍的に使えること、例えばよく例で挙がるのが左利きでも右利きでも使えるハサミというのは一つのプロダクトで解決しよう、ユニバーサルデザインにしようというのが例の一つだと思います。でアクセシビリティというのは情報の取得可能性、最近はそのインクルーシブなんていう言い方もされます。でそれぞれユーザビリティ、ユニバーサルデザイン、アクセシビリティで重なる部分はあるんですけれども、使いやすさや単一のプロダクトでの解決よりも情報を取得できるかどうかというゼロイチの問題ですねが重視されるというような性質があります。ので、視覚障害者専用のページというのを作るとですね、やっぱり請願者に使いやすいわけではない、単一のプロダクトではないのでユニバーサルデザインではないんですけれども、アクセシビリティの開放としてはあり得るということかなと思います。でそのアクセシビリティは障害者と高齢者というのが主役としてよく語られます。で、そのバリアの例ということで、視覚障害者全盲ということで、視覚障害者全盲は画面見ることができない、マウスを使うことができない、弱視だと、全体的に読みづらかったり部分的に読めない、その視野の一部が見えないとか視野が狭窄しているとかそういうことがあったりして、見えないものがある、小さいものが読めない、年を取ると小さいものしか読めないとかそういうこともあるんですけれども、あとマウスが使いづらい、で聴覚障害の場合だと音声を聞くことができない、上肢障害だとマウスを使いづらい、知的障害の人はやっぱり難しい言葉がわからないとか早く読むことができない、早く理解することができないというようなことがあります。ディスレクシアはここに入れていいのかどうかわからないですけど、こんなのがありますね。で、注意力欠陥障害、これコンテンツに集中しづらい、高齢者というのはいろいろな要素を兼ね備えていて何かと大変だというのがあります。で、障害がなくてもこれアクセシビリティのなんというか入門編では喋らなきゃいけないことになっているような感じがするんですけども、障害者のためだけのものでありませんよということを皆さん顔を見てるともう知っとるわいっていう顔をしてやるんですけれども一応言いますね、お約束なので。メガネが壊れたり日光で画面が見づらいというのは視覚障害に近い状態ですよと。で周りが騒がしい、音声出力のない端末を使っている、職場なので音が出せない、なんで職場なのに音が出せないのが問題なのかわからないんですが、職場なのに音が出せない、
まあ、これは聴覚障害に分類で、まあ、腕を怪我しているというと上肢障害、まあ、マウスが壊れたというのは、まあ、その面白いんですけど擬似的に視覚障害や上肢障害の状態、まあ、この人たちはキーボードを使うしかないですよねということがある。で、まあ、疲れてヘロヘロになっていると、これは二日酔いなども含む感じですけれども、注意力欠陥障害で、年を取るとやはり、まあ、フルオープンですよね。障害の聴覚障害、視覚障害、上肢障害、知的障害、まあ、様々な障害を兼ね備えている状態が高齢者の状態として立ち現れてきます。まあ、こういった類似の状況というのは誰にでもありえますよということです。ではこういった障害のある方や、まあ、障害のある状況を乗り越えるやり方というのが、まあ、その画面が見えないんだったらスクリーンリーダーを使って画面を読み上げる。で、画面が見えないから入力難しいので音声入力の支援を使う。で、マウスが使えないのでキーボードを使う。視覚障害の弱視の場合だと、まあ、画面拡大のソフトやこういうアプリケーションでの解決ではなくて、物理的な虫眼鏡を使って画面を拡大している視覚障害者もたくさんいます。で、聴覚障害の場合だと、まあ、音声についての問題ですので字幕の利用や手話の利用というものが挙げられます。上肢障害の場合、その特殊なポインティングデバイスというのは何かというとですね、ポインティングデバイスという言葉分からない人います？みんな分かる。皆さんだから結構本当はアクセシビティのことを知ってきてるんですよね、ここに。ですね、口だけで操作するマウスとかそういったものがあるんですよ。足で操作するポインティングデバイスとか、まあ、そういったものを利用して、まあ、マウスの代わりにする。で、どんな時でもキーボードというのはやっぱり便利で、そのキーボードって物理的なキーボードだけじゃなくてですね、ソフトウェアキーボードみたいなものもこのキーボードの範疇で語られます。で、知的障害の場合だと平易な内容の代替コンテンツの利用、注意力欠陥障害の場合だと注意力を乱すコンテンツを避ける。これ後でちょっと具体的にもうちょっと補足します。で、まあ、高齢者はやっぱり何かと大変だと。で、日本のアクセシビリティに関する法律、興味のない人、皆さん興味あるんですね。本当ですね。喋りますよ、じゃあ僕。というのは一応アクセシビリティのか、あ、じゃあワードキャンプの過去のアクセシビリティのセッションを見たら一応皆さん触れてるんですよ、これに。だからまあ僕も触れておこうかなと思うんですけど、そんなに大事かなっていうのは、まあ、でも触れますね。ですね、2013年にですね、障害者差別解消法というのが制定されます。で、これは国際条例の、国際の条約のですね、締結のための準備だと言われていたらしいです。で、なのでその翌年に権利条約に批准します。で、まあ、結構遅めの批准だったみたいなんですけれども、これで、まあ、国の中で障害者について、その、国際的な枠組みの中に自分たちも入っていこうという準備ができたという形になります。面白いんですけど、条約って法律に優先するんですよね。ので、まあ、条約で決めたからには、まあ、法律もどんどん従っていくというか、法律で定められてない部分をどんどん補強していこうという流れができた。で、16年、おととしですね、差別解消法が施行されます。で、差別解消法はですね、罰則などは存在しないんですけども、一応公的機関は義務、民間団体は努力義務が求められています。で、まあ、権利条約、さっきその法律に優先するとかちょっとにわかな話をしたんですけれども、の9条にですね、アクセシビリティという項目があって、そこでもろアクセシビリティのことが書かれています。締約国は全ての当事者にインターネットを含めたアクセシビリティの提供を行うためのあらゆる適切な措置を講じ、それを妨げる問題を撤廃する。で、まあ、それを受けてですね、差別解消法、一部の人が差別解放って言ってるんですけれども、この差別解放でアクセシビリティは差別の禁止、環境の整備、合理的配慮、これがですね、差別解放の中の3本柱なんですけれども、この中の環境の整備でアクセシビリティは求められています。もうちょっと厳密な話をすると、例えばウェブサイトにわからない情報があったので電話をして解決するというようなことがあった場合、これは合理的配慮の文脈に語られるのかなというふうに思います。で、アクセシビリティの確保の仕方ということで、ウェイクという団体があります。で、ですね、ウェブアクセシビリティ基盤委員会という団体で、まあ、日本における JIS-X83413-2016 の理解と普及の促進をする団体で、もともと JIS を作った団体がそのまま普及啓発の団体になったという流れだと理解しています。で、このウェイクがやっているサイトのウェイク JP にはアクセシビリティ確保のためのノウハウが蓄積されているので、まあ、困ったらここを見るというのが確保の仕方の第一歩です。JIS-X83413-2016 というのはですね、アクセシビリティに関する日本工業規格です。
WCAG2.0 を国際規格化した ISO40500 を準用で、まあ、WCAG に関しては、2.1 がこの6月に勧告されています。で今問答模様で WCAG という言葉やその ISO の名前を出したんですけれども、聞いたことない人、ほらやっぱりだから皆さん あれでしょう、この僕が何を知ってるかなと思って試しに来たんじゃないですかこれでも続けますよこれまあそのアクセシビリティの確保の仕方ということで、ウェイクの文書の読み方なんですけれども、大体大きく3つ、もうちょっと本当はちゃんとあるんですけれども、3つあるんですが、まずその前提として JIS とこの WCAG、WCAG っていうのかな、WCAG はイコールと考えていただいていいです。なので、ウェイクで翻訳されている WCAG の文書で JIS の勉強ができます。WCAG の 2.0 と解説書と達成方法集という3つがあります。で、2.0 が本体なんですけれども、これ大変抽象度の高い文章で、これだけ読んで理解できる人はいないというか、実践できる人はいません。で、まあ、これについてですね、一体この抽象的な文章は何を意味しているのかと、解説しているのが解説書です。で、解説書まで行っても今度は技術に踏み込んでいない文章になっています。具体的に HTML を使って CSS を使って JavaScript を使ってどういうふうに書いたらいいのっていうことがしっかりと書いてあるのは最後の達成方法集です。それぞれ3つとも支え合って出来上がっているものなので、まあ、順番としてはこういう順番というか構造としてはこのような関係で読んでいただくといいかなと思います。で、WCAG JIS にはですね、3つの適合レベルというのがあります。で、適合レベルというのはどれぐらい丁寧に対応するかという3つの度合いなんですけれども、シングル A から AA、AAA の3つがあります。で、まあ、シングル A というのは最低限達成すべき適合レベル。まあ、シングル A の未達成という状況はですね、情報を全く取得できない人が存在しうるという致命的な状態です。AA というのは達成することが望ましい適合レベル。公的機関ではこれを義務としています。AAA は非常に高度な対応が求められる適合レベル。一般には達成することは推奨されていません。で、ここに書かなかったんですけど、シングル A 未満の状態があってですね、非干渉という項目があり、まあ、これに関しては絶対やったらあかんよというのがあるんですけど、これはまたどっかで非干渉というキーワードだけ覚えておいていただいて、どっかで向き合っていただくといいかなと思います。適合レベルもうちょっと分かりやすくしますね。PC のメモリーを例に言います。これ2018年9月現在で異論は認めます。シングル A はまあ、メモリ4ギガ最低これはないと動かないでしょうと、 PC がこんな感じです。で、まあ、WA、まあ、これ人権レベルだと思いますが、メモリ16ギガ AAA32 ギガ、これ求めるのはちょっと酷ですよね。だからまあ32ギガっていうと AAA かなという感じです。さっきのところで怒られる予定だったんですけど、怒られなくて真面目にやりますね。ですね、シングル A、まあ、動画で説明します。動画だとまずその動画って音声が出て画面で物が動いてますよね。で、ここにですね、キャプション、字幕、誰かが発話をしたらその発話内容を字幕で入れること、音もなく物が動いたらその音もなく物が動いたことについて説明をすること、こういったのがキャプションです。で、音声解説というのは視覚障害者向けの副音声ですね。で、まあ、こういった動画自体をアクセシブルにするのに加えて、まあ、あるいは動画の内容を説明したテキストを用意すること。で、次がですね、WA。収録済みの動画にはキャプションと音声解説をつけること。これ違う、シングル A と WA が違うのが、シングル A の場合は動画の内容を説明したテキストでも構わんと言ってるんです。でも、アクセシビリティの考え方としては、できればユニバーサルデザインに近づけたいというか、動画の体験というものを共有できるのがベターですよね。だから動画自体をアクセシブルにしましょうというのがここに表れていて、WA の場合には説明をしたテキストじゃあかんと。音声解説はつけなさいと言っているのが WA です。で、AAA についてはこの音声解説をつけた上でテキストも用意しなさい、用意しなさいの上に拡張音声解説を用意しなさい。拡張音声解説というのはですね、画面というのは動いていくので、そのうまく副音声が入らないときには画面を一時停止してでも説明をしっかりしなさいというのが拡張音声解説ですね。で、加えて手話もつけなさい。まあ、結構メモリ32ギガレベルの大変なことを求めてくるのが AAA です。お金もかかりますし、まあ、ここまでの対応を義務化するのはあまり現実的じゃないなというのが分かっていただければなと思います。
ここに来る前に一人友達にですね、このスライド見てもらったんですけど、お前何か金もらってるのかって言われたんですが、一応おすすめできる本はこの3冊かなということで、デザイニングウェブアクセシビリティ、コーディングウェブアクセシビリティ、インクルーシブ HTML プラス CSS and JavaScript、一応この3つがおすすめできる3冊かなと思いますので、書籍から勉強する場合はこのあたりを読んでいただくといいと思います。特にですね、デザイニングウェブアクセシビリティはですね、僕なんか明らかにその技術オタク系なんですけれども、ウェブサイトを作るときに例えばお客さんと相談をして計画をするとか、その例えばデザイナーにどういう指示を出していくかという企画や計画のことを考えながら読むのにちょうどいい本なのでおすすめです。でウェブだとですね、ここにあるような神崎雅秀さんのサイトも、これ時代遅れだって言われるかもしれないですけど、僕これに影響を受けて会社を起こした人間なので、ハンデがあっても利用できるページ作りであるとか、あと、今これから皆さんがですね、会社に帰ったりですね、仲間の元に帰ったりした時に、一体じゃあ障害者ってどうやってインターネットを利用してるのっていうことが分かりやすいビデオが2番目の、その障害者のウェブページ利用方法の紹介ビデオということで、総務省が提供しているビデオがあります。でこれ、全盲の人と弱視の人と、あと上肢障害の人だったかな、の3つのパターンで、かなり分かりやすい動画があるので、あ、こうやって使ってるんだというのを見ていただけるかなと思うので、おすすめです。で、やっていくとですね、どうせ悩むというか、ぶつかるんですよ、壁に。で、ぶつかったら、人に相談するしかないというときには、この A11IJ というですね、スラックがあるので、そこに参加すると、録画されてるんですよね、僕今。録画されてるけど、言っちゃうと、この間自分たち そのことを A11YJ に参加している人たちが魑魅魍魎って言ってたんですけれども、すごい詳しい人たちがですね、優しく教えてくれると思います。であとは今日、この前に置いてあるんですけれども、早見表と要約集というのはうちで作ったものなんですが、その紙にまとめたものがあるので、この早見表や要約集を取っかかりにしてもらうのもいいかなと思います。よかったら配ってますので、前に来て持って帰ってください。もともとですね、JIS 規格っていうのは買わなきゃいけないんですね。で、JIS の冊子買うと2000円ぐらいだったかな。2000円ぐらいで60ページぐらいの冊子が出てくるんです。で、WCAG の 2.0 は1ページにまとまってるんですけれども、その後の解説書と達成方法集を合わせると200ページ超えます。だからこの260ページを超えるものがですね、わずか4ページで読めるぐらいにまとめてあるので、なかなかのコストパフォーマンスかなと思います。あと大変詳しい人が監修してくれているので、内容もそれなりに信用いただけるかなと思います。こういうものです。で、ワードキャンプなのでワードプレスに話を移していきますね。ワードプレスとアクセシビリティということで、ですね、これ、ワードプレスのウィキで、日本語版のウィキペディアのウィキペディアにアクセシビリティの項目に書いてあるんですけれども、ワードプレスとまともな品質のテーマを使っていれば、アクセシビリティの高いサイトを作るために特に追加でしなければならないことはありません。それでもアクセシビリティ標準に準拠したコンテンツを作成するためにいくつか心がけることがあります。これ、結構正確な表現だと思います。でその次の英文はですね、もう意味だけ言いますけれども、ワードプレスのコア開発チームのブログの中のセリフですね、セリフとか発言ですね、2016年以降のコードは WCAG2.0 のレベル WA を満たすことを宣言ということで、コアチームもそれを配慮してますよということがあります。ちょっとビビっちゃうんですけど、世界の CMS の 50% 超がワードプレスだそうですので、こういったことをやっていくのは必然的なのかなと思います。でワードキャンプでもですね、もうこの間主催の方にちょっとお話、主催ワードキャンプ運営チームの方にお話を聞いたらですね、この数年はもうワードキャンプの時には1個はアクセシビリティのテーマを入れていこうというふうに決めはったそうです。ので僕もそれで呼ばれたのかなという感じなんですけれども、去年はですね、うちのボスがですね、お話をしてますね、植木さんという方が、これはウェイクの偉い人です。バードキャンプでも近年常連のネタですねということで、ワードプレスでじゃあ WA やシングル A のサイト作れるのかということですが、作れます。で作りがちなバリアのポイントとしてはですね、やっぱりフォームのアクセシビリティ確保かなと思います。で三好さんですね、コンタクトフォーム7の三好さんは
今度は彼自身がですね、アクセシビリティ側のイベントにも参加するぐらいアクセシビリティにそれなりに意識のある方で、きちんとそのアクセシビリティに配慮したフォームが作れるようなプラグインを配布しておいてです。別に三好さんからも何ももらってないです。で、まあ、ワードプレスでなくてもですね、その一時停止、停止表示というのがですね、これ先ほど少し言及した非干渉というやつなんですけれども、ワードプレスかどうかを問わず抵触したサイトが多いので、まあ、これは大変注意した方がいいかなというふうに思います。これ時間が余ったらまた喋ります。で、ワードプレスでアクセシビリティのことを始めてみようかなと思ったら、とりあえずテーマを探すときにですね、アクセシビリティレディというタグのテーマを探すことから始めるのがいいかなと思いますが、先ほどちょっとだけ怖い噂を聞いて、このタグ時々信用できないことがあるかもというのがあったので、皆さん審美眼を身につけてぜひトライしていただけたらと思います。テーマはチャレンジですよね。で、全盲視覚障害者への情報発信の事例ということで、うちが仲良くしているユニーズ京都さんという団体があって、この方がですね、70年に発足して、まあ、視覚障害者の QOL の向上と市民への意識啓発を目標として、視覚障害者と晴眼者が一緒に活動する市民ボランティアグループということで、飲食店のメニューの展示会やですね、京都に観光に来る視覚障害者のガイドヘルパーみたいなことをしているボランティア団体です。で、うちもその視覚障害者向けに、飲食店のメニューを読み上げさせるサービスなどをやっているので、まあ、それで仲良くしています。このサイトはですね、視覚障害当事者がですね、スクリーンリーダーを用いて更新しています。で、まあ、視覚障害者が更新するということで管理画面のアクセシビリティが問題になるんですけれども、ここでのチェックポイントの例としては、入力欄にフォーカスがあるときに入力すべき内容が分かること、これラベルをきちんとつけることで、繰り返される膨大なリンクをページ移動のたびに読まずに済むことで、マウスなしで操作ができること、つまりキーボードだけで操作ができることで、キーボードだけで操作している人にとってはどこにフォーカスがあるかきちんと分かるようにすること、ついやってしまうかもしれないですけども、 CSS のアウトラインノンはダメ、絶対です。全盲視覚障害者の場合はフォーカスの可視化は、まあ、関係ないですが、で、まあ、サイトの制作者側がですね、視覚障害者が更新するんだけどということで相談を受けたときに気をつけなければいけないのは、まあ、GUI 依存のコンテンツ管理プラグイン、時々ですね、ドラッグ&ドロップで順番を入れ替えるみたいなものがあると、まあ、これ視覚障害者はやっぱりマウスにも依存しますし、使うのは難しいだろうなと。で、カスタムポストタイプは分かりやすく、適度なカスタムフィルターコンテンツの品質を保つのに良い。この2つはですね、やっぱりそれは晴眼者であっても視覚障害者であっても同じなんですけれども、所定の場所に入力すると所定の場所に現れるということが担保されているというのが、カスタムポストタイプとカスタムフィールドのうまい活用で担保されます。それで、まあ、悩むことあると思うんですよ。これもうカテゴリーでやったらいいんじゃないのかなと思うときにも、実はカスタムポストタイプ分けた方がインターフェースが分かりやすくなるというのが、一応うちの経験では視覚障害者向けだと真の命題かなと思っています。で、ブックマーク活用というのはですね、やっぱりワードプレスの管理画面に言ってもですね、リンクが膨大なので、例えばある記事を足すっていうリンクに行くまでに何回かリンクをたどってページをたどっていかないといけない。こういう時にですね、もうそのページのブックマークをしてしまって、そのブックマークから操作するというのをやってもらったらですね、視覚障害者はすごい使いやすかったんですね。ので、まあ、これがブックマークの活用という話です。で、例をお見せしますね。これは、ブロックスキップの話なんですけれども、まず苦労している例です。個々の編集ワードプレスワードプレス使用中、メインメニューナビゲーションランドマークリスト11項目、既読サブメニューリンクリストに更新リンク投稿既読リンクリスト4項目、新規追加既読リンクカテゴリーリンクタグ既読リンクメディアサブメニューリンク、左側のメニューって全ページになりますよね。新規固定ページリスト2項目固定ページ新規コメントリンク、ページに行くたびにこれ全部読んでたら大変ですよね。で、今目指しているのは本文の入力欄です。リスト3新規追加プラグインユーザーサブメンリスト3項新規追加あなたのプロフィールツールサブメンいつたどり着くのかわからない。で、僕たち見えてるからまだ我慢できますけど、見えてないとこれかなり苦痛なのが分かっていただけると思うんですけれども、メインメニュークリックカットまだ続きます。リスト5項例件新規記録投稿リスト1項目こんにちははログアウトリンクメインランドマーク表示オプションボタン折りたたみ新規追加機ここにタイトルを入力エディット、はい、テスト選択ゴールです。で、まあ、まあ、もうご理解いただけると思うんですけど、全ページこれやってたらとてもじゃないけど使ってられないと。で、さっきその情報を取得できるかどうかがアクセシビリティだとは言いましたけれども、これはまあもう人をくじけさせるのに十分な
バリアと言っていいかなと思います。で、ですね、まずね、新規追加の時のスクリーンリーダーの動きですけれども、新規追加の時はワードプレスは実はフォーカスが勝手に移動するようになってます。でこれは覚えておかないといけないんですけれども、覚えておけば便利。ツワードプレスドキュメント使用中、リストの外リスト11項目既読リンクダッシュボード使用中、ダッシュボードワードプレスワードプレス使用中、メインメニューナビゲーションランドマークリンクツールバーへスキップリンク、リスト11項目ダッシュ、リスト2項目ホーム更新リンク投稿既読サブメニューリンク、リスト4項目と新規追加既読新規エディ新規投稿を追加ワード EST、はい、一気に来ましたよね、入力欄エディット複数ので、ここは何もしなくてもタイトルのところにフォーカスが最初に映るので、これを覚えておけばスクリーンリーダーでも使いやすい。公開ボタン Google なんかがその Google に行った時に勝手に検索文字列のところにフォーカスが映ってる、あれと同じです。メインメニューナビゲーションランドマークリンクメインコンテンツで、次がですね、ブロックスキップの必ずしもこれが一番いいという解決ではないんですけれども、ワードプレスは意識して提供してあるので、その事例をお見せします。最初にタブキーを押すと、左上に隠れていたブロックスキップが現れて、それを有効にすると本文欄に飛ぶ。でその後ですね、何の入力欄か読み上げる、先ほどそのラベルの話をしましたけれど、ラベルも今回は音が聞こえるようにしてますので、2つとも聞いてみてください。新しいタブ使用中、メニューボタンサブメニューファイアーフォックスが当たらリスト11項目リスト4項目タブ既読リンクリストの外リストの外既読リンク、ここですね、メインコンテンツへスキップ、メインランドマークボタン折りたたみ編、さっき1読んでたの全部飛ばして、ここにタイトルを入力エディット、でここにタイトルを入力、だからここにそのインプットにフォーカスが移った後、何を入力するかが説明されている例です。でですね、こっちでいいんじゃないのかなっていうのが、見出しのスキップですね。使ってるのは NVDA というスクリーンリーダーなんですけれども、H キー、キーボードの H を叩くとですね、見出しを次の見出しというふうにスキップしていきます。新しいタブ使用中、メニューボタンサブメニュー、ファイアーボックスが新しくなりましたがる。メインランドマーク投稿の編集見出しレベル1、ヘルプボタン、表示、新規、ここにタイトルを入力エディット。ちょっと分かりにくかったかもしれないんですけど、今 H キーを押したことで、投稿の編集っていう見出しにジャンプして、その後移動したというのが今の流れです。で、同じような感じで、D キーを使うとランドマークスキップも可能です。一応聞いてみてください。ドキュメント使用中、メインランドマークボタン折りたたみヘルプ。投稿の編集ワードプレスワードプレス使用中、メインメニュークリック可能2、メインランドマークヘルプボタン折りたたみ表新規、ここにタイトルを入力エディット、D キー 2,3 回押すとこうやって本文欄に行くことができます。タイトルの入力欄に行けますよというこういう事例ですね。でワードプレスというより CMS とアクセシビリティというお話なんですけれども、納品時にですね、一生懸命勉強してですね、アクセシブルにしましたといってもですね、日々の更新でじゃんじゃんバリアを作ることができるということがあります。で本文欄で作ること、本文欄というかそのユーザーがいじれる画面で作ることができるバリアの例としては、その妥当でないオルト属性値を入れてしまう、あるいはオルト属性値入れないで、動画や音声類のアクセシビリティの確保というのはコンテンツで責任を持つしかないので、なかなか難しい。で文字の大きさを H1 から6要素で作っちゃう、つまりですね、この文字ちょっと大きくしたいなって言ってですね、意味もなく見出しにしてしまうといったような対応で、あといわゆるこちら症候群とかヒア症候群という、詳しくはこちらだけリンクになっているみたいなものもバリアの例ですね。これは詳しく WCAG を読むと、こちらリンクは必ずしも否定されていないんですけれども、危険なので素人にはあまりお勧めできません。でですね、本文のバリアの事例ということで、ちょっと一緒に見ていきましょう。これ空のオルトで A 要素って書いてあって、 1.1.1 と 2.4.4 に抵触しますよと言ってるんですけど、皆さん HTML 全然知らない人ゼロですね、はい。これ A で始まって A で閉じてますよね。その中にイメージがあるんだけれども、オルトが空という事例で、こうするとこれリンクっていうことは意味があるはずですよね。どっかに行くんだから。リンクなのにオルトがないというのはですね、よくやる。請願者だと気づかないでやってしまう悪い例です。
これも涙なしでは語れないんですけれども、ワードプレスがスペースを消すんですね。連続しているスペースとか消す。僕ワードプレスの気持ちは分かるんですけれども、消した時にうまい位置がで、うまい位置に文字が出てきてほしいなという時にですね、これアが書いてあるんですよね。アを書いてスタイルカラー FFF だから白い文字にして見えなくした。でもこれスクリーンリーダーでは読むんですよ、やっぱり。まあ、こういったそのほら理解できない人がいるみたいで、これも戦慄の事例ですが、ちなみに頻繁に見ます、ここら辺のノウハウは、バッドノウハウは。最後が今日の目玉なんですけれども、本文内でまさかのメタタグ、これね動くんですよ。びっくりしたんですけど驚愕のあまり言葉を失った事例ですね。 2.2.1 ですタイミングですね。で、まあ、のでワードプレスの場合だと、手前味噌の話になりますけど、 JWPA11Y というのがですね、ちょっとグーテンベルグ対応がまだなんですけれども、記事を編集して、まあ、送信ボタンを押すとですね、エラーが出てそのバリアがあるよということを教えてくれるプラグインがあります。これは本文領域についてのチェックを行います。で、ページ全体のチェックをしたいという時にはですね、 A11YC というそのオンラインのサービスがあるので、まあ、そちらを使っていただくと、そのヘッダーやフッターや本文以外の欄のバリアについてもチェックしてくれます。で、HTML のチェックに関してはあんまりしてないので、まあ、この NewHTML チェッカーというのは HTML5 の、チェッカーですね。 W3C が提供している、このチェッカーを使ってチェックしてくださいで、まあ、ここに頻繁に出てくる A11Y というのはですね、アクセシビリティっていう A と Y の間に11文字あるので A11Y という略記方法があるんですけれども、当然この表記そのものがアクセシブルでないという批判があります。でも便利なんです。で、本文内のチェックなんですけれども、一応ですね、ショートコードも展開してチェックするので、コンタクトフォーム7を使ってショートコードを書いたよという時、コンタクトフォーム7でバリアを作っていたら JWPA11Y が判定をしてエラーがあるよと教えてくれます。三好さんの方を作ってはる、コンタクトフォーム7の内部でもラベルなしのフォームを作ったりすると、あちらレベルでもエラーが出ますけど、こちらもうちょっとしつこくエラーを追いかけます。で、2種類のエラーがあるんですけど、エラーの表示というのは投稿した後ですね、画面を征服するようにですね、この真っ赤なアクセシビリティのチェックというのが出てきます。で、アクセシビリティの試験というかチェックはですね、まあ、この機械的にチェックができるのがオートマティックチェック AC というのがあってですね、まあ、そういうものができるものとできないものというのがあります。で、 JWPA11Y では機械チェックで確実に問題がある場合はエラーとして赤い表示をします。で、その機械チェックができないときはですね、AF というのはオートマチックファインドかな、これ怪しいけど正しいかどうかわからない。例えばオルトがあるけれども、そのオルトが本当にその正しいオルトなのかは機械にはわからない今のところ。で、空のオルトにしてるけど本当に空のオルトで妥当なのかわからない。文字が泣き分かれてる、そのよくあるんですけれども、例えば酸化比という言葉の下に場所っていう言葉を並べるときに参加比と文字数が違うので、場所と場のあとところの間に全角スペースを1個入れちゃうという、さっきのあの問題と同じなんですけれども、まあ、そういうことをしちゃったりするというようなことをその指摘するときに、これが悪いスペースなのかいいスペースなのかは判定はするけれども、オートマティックチェックはできないというときにノーティスでエラーを出します。で、最後にですね、5分前なので、じゃあこれぐらい頑張って英語読んでみましょうか。The power of web is in its universality. Access by everyone, regardless of disability, is an essential aspect だと。で、これサー・ティム・バーナーズ・リーがですね、その WWW の生みの親がですね、まあ、こういうことをおっしゃっておいてですね、非常にアクセシビリティ畑の人間としては元気になるわけですね。これはウェブ作った人がそもそもアクセシビリティが大事だと言われると、まあ、ごめんなさい、今広い主語で語りましたけど、少なくとも僕は元気になるんですね。まあ、ウェブの力っていうのはそもそもその普遍性にあると、障害に関係なく誰もがアクセスできるというのがウェブの本質的な側面だということをそのティム教がおっしゃっておる。で、まあ、アクセシビリティの界隈ではもうこれいちいち言うのがめんどくさいので、ティム教のあれがねって言ったら大概通じるんじゃないかなと思います。サーなので、はい、ですね、そんなに悪くない時間ですね。一番大事なことを最後に
覚えておいてください。そのこのティム教のアレを拾って言うんですけれども、まあ、インターネットにアップする時点で皆さんはすでにそのアクセシビリティの第一歩を踏み出しています。ウェブ上に何かコンテンツがあるというのはとても素晴らしいことで、その例えばバリアがあるからアップしないとか、 WA に準拠できないからアップしない、字幕が付けられないからアップしない、 PDF の画像だからアップしないというのはアクセシビリティを最も損なう考え方です。のでもう恐れず、僕の喋ったことなんか全部忘れていいので、これだけ覚えて、とにかくウェブにアップするだけでいいんだという元気を持って帰っていただけたらと思います。以上ですが、質問は受け付けたくないんですけど、どうしましょう。受け付けた方がいいですかね。まあそうですね。せっかくだって今日は明らかに皆さん知ってる人たちですね、これ。いやー、それはそれでいいんじゃないですか、ね、そうですか。じゃあ質問をどうぞ。すみません、ありがとうございました。あの視覚障害者の方で更新をされているという、はい、あの話がありましたけど、そこのトレーニングとかは、はい、あのまあ、納品時にトレーニングとかされると思うんですけど、はい、どういう形でもなんか、うん、マニュアル的なものなのか、その実際に操作を一緒に触ってとか、そういう感じでされたんですか。はい、ですね、うち先ほど申しました通り営利企業なので、そのワードプレスの案件の時には、まあ、定番の渡すマニュアルがあるんですよ。で PDF で作ってあるんですけど、やっぱ画像込みで渡してるので、その全盲の人がやるっていう時には全部メールで説明をしました。でメールで説明をした上で、その最初の更新というか最初の数回の更新は電話越し、その方九州の方で、僕たち京都なので、まあ、ちょっとあのべったりとハンズオンというわけにいかなくてですね、あの電話でやり取りをしながら、あの更新の仕方を一緒に模索しました。でその時に先ほどのブックマークの話、あの更新の画面の所定の場所をもうブックマークで記録しちゃうと便利がいいということが分かって、あのそれも活用しておいてです。あの一応その方真面目に今も更新していて、僕たちにとってはすごい嬉しいなというふうになってます。あ、分かりました、ありがとうございます。まだ全然お時間ありますが、まだまだあと多分3、4人ぐらいいけます。あ、はい、ありがとうございます。はい、たまにあのアクセシビリティのチェックしてもらう会社を選ばなきゃいけない時とかがあるんですけど、柴田さんが考えるその会社の選び方みたいなのがあったら教えていただけますか。いや、なんかそう、ああいう本を見て一応採用したけど、なんかその時だその会社と引っかかっちゃうとかあるじゃないですか。難しいですよね。だからそういうなんか選び方のポイントみたいなのがあれば。あの僕たちそのいいところが見つからなくって、でいいところがちょっと高そうだったので困って、結局自分たちでチェックすることにしたんですね、勉強して。でもあのいくらか見ていて、これ個人の感想ですよ、その個人の感想ですけれども、方針をまず読んで、アクセシビリティの方針を読んで、この方針きちんとしてるなと思うのが一つのチェックポイント。で方針を読んだ後、その試験結果があるんですけど、試験結果にですね、ものすごい単純に言いますよ、表チェックの結果の表だけがあるんじゃなくって、何かコメントが書いてあるところがあるんですよ。時々こういう理由でこうだとか、こういうふうに判定したって書いてあるところがあって、そういうところの試験をしているところはこましな気がしました。なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。他に質問まだ大丈夫ですよ、時間は。なんか恨みがあるんですか。まあ余してるんだったら、その非干渉の話しましょうか。そうですね、はい、ですね、あの先ほどそのちょっと戻りますね。
ません、ですね、2.2.2 一時停止停止非表示というのがあってですね、これシングル A 未満のサイトができちゃうよって言ったのこれなんですけれども、今皆さんもこの早見表をお手元に持ちました？持ってない人いる？持ってない人よかったら後でまた見てもらったりすると、持っている人ちょっとお手元の表を見てもらうとですね、特に早見表横位置の紙ですね、この横位置の紙を裏にめくってください。で、裏というのは細かい字の方なんですけれども、これの左上がですね赤くなっているところがあります。この赤いところは非干渉と呼ばれる項目で、どんなに時間がなくてもここだけは読んでもらうといいかと思います。で、ここにあるものに抵触してると、こういうコンテンツ、こういう部品がサイト内に、ページ内にあるだけで、そのページの他のものにアクセスできなくなっちゃう、他の情報に干渉してしまうっていう致命的な問題が非干渉です。で、例えばですね、その自動再生する音声、動画、画像がある、これ行政のサイトとかトップページに下にバナーが並んでて、バナーがチカチカ動いてたりするじゃないですか。で、こういうのがあるとですね、注意力欠陥障害のある人はですね、そこに注意が奪われて他の項目に一切アクセスができなくなる。だから皆さんも、お客さんがですね、トップページにこのなんか横に動く紙芝居みたいなのやってよって言ったらですね、断固として拒否をしてですね、これがあるとそのアクセスできない人たちがいますよ、非干渉ですよということをですね、優しくお伝えいただけるといいかなと思います。一応グッと飲み込んでいい言葉は一時停止すればいいんだよってことを言ってもいいですけど、作りたくないですよね、紙芝居カルーセルので、まあこれを盾にですね、カルーセルを断っていただくと、あとカルーセルについては2枚目以降ほとんど見られてないという結果が時々出るんですけど、もうちょっと権威のある結果が出てくれると嬉しいなと思います。で、次がですね、キーボードによる操作ができる。これ最近減ったんですけど、Java、ページの中にフラッシュのコンテンツがあったりしてですね、タブキーでどんどん移動していくと、あるところからふっとフラッシュに入って、フラッシュから抜け出せない、どうしても抜け出せないということが起こったりします。マウスで利用しているとフラッシュ以外のところをクリックしたら抜けられるというふうになったりするんですけど、こういうのをキーボードトラップといってですね、まあ先ほど言ったキーボードで操作している人たちは他のものに一切アクセスできなくなってしまうので、やったらダメというのがキーボードトラップですね。で、次が先行。これはあれ多分僕またみんなが知ってること喋ろうとしてますよね、これまあでも言いますね。いわゆるポケモンショックってやつ、ポケモンアタックってやつですね。画面がチカチカチカって先行することで光感受性の転換の症状を起こしてしまって、まあそんなことしたら当然他のコンテンツにアクセスできなくなって発作で倒れてしまうので、こういうことをやったらいけませんよというのが先行ですね。で、いつかアクセシビリティの T シャツみたいなのを作ったら、ぜひ3回の先行って書いてある T シャツを作りたいなと少し思ってます。もういい？そうです、はい、ちょうどいい感じの時間に、はい、なので、というわけで柴田さん、いろんな楽しい話をありがとうございました。柴田さん、この後も最後までお座りルームなどもいらっしゃいますので、ぜひぜひお声掛けいただければ。また企画なんで、これぜひ一つ以上は持って帰っていただければね。はい、なんか啓発用とか持って帰りたい人は複数持って帰っていただいて構わないので、よかったら前に来てください。以上です。ありがとうございました。